猫の黒猫の黒猫の黒猫の気分はマイペース、気分はマイペース、気分はマイペース。あー、どうも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 黒猫ハゲです。黒猫ハゲさん意外とでもあるよね。いや、今日のゲストは歌うライダーさんです。イーサさん、ジャニー大崎さん、パン屋さん、佐藤さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。東京錦糸町発ですね、アーティストを応援しようと思い込んでいるトーク番組です。おー、思い込んでいるね。思い込んでいる、はい、最近はちょっと休みがちですが、まさに気分はマイペースな放送になっちゃってますかね。おー、いいね、都合のいい解釈を。おー、いいじゃないですか。ありがとうございます。太田さん、はい、久しぶりというか初めてですよね。初めてですよ。初めてですよ。いつもチャットで冷やかしてて、冷やかしきれないで止まってしまってたっていう。おー、はい、ミクシーでお知らせしたんですが、今回ちょっとユーストリームでですね、同時配信しようかと思って、さっき一応なんかチャレンジ中なんですよ、ね。このね、au のですね、スマートフォンに機種変したんですね。それユーストリームで配信するソフトあるってことをちょっと素人ながらもちょっと勉強しちゃいました、ね。今こんな感じでね、一応配信中。タンタさんの配信中、あ、できてるんですね。できてます、できてます。おー、これすごい気持ちよかった。こんな感じでですね、なんか器用貧乏というか、こんなことばかやってて、なんかすぐまとまりがなくなってしまってるという、いつものことなんですが、新しいものだけは必要なるほど、はい。まあだけどね、発信したいですね。そう、なんかさっきもなった。ああ、そうそう。なんかこういうことはパソコンない、なんないで、こういろいろ繋いでやってましたけど、こんな1台でなんとかなっちゃったら、もう今もう総武線で大爆笑でみんな。ああ、そういや、ちょっとね、これ僕の価値なくなってきましたね、これ。ここでなんか今までこうやってきましたけど、だってこのスマホ1台でも放送できちゃうんだもん。ね。ついにこの番組も最終回、最終回を迎えて、迎えるんですね。来週からは総武線8時20分発でお送りします。金賞発、そんな本当に金賞発なんじゃない。あ、確かに総武線ならね、そう、木更津あたりのもあるっていう。あら、結構広い範囲になりますよ、そうなってくると。千葉駅で乗り換えるから来ちゃう。大丈夫ですか、内房線に。総武駅でちょっと真ん中っていうね。そこまで行っちゃいます。そこまで行っちゃいますよ。そんなとこまで大丈夫ですか。すごいっす。大丈夫ですか。ちなみにのかな、カンタさんもあれですよね、同じスマホ。あ、そうです。あれなんです。まあ最近もう3ヶ月ぐらいなんですけど、はい、同じここにサンディって書いてある。あー、すごい。そう、サンディラムかついてるの。あれも知らないな。まあいいや。せっかくなんでカメラにグーッと。これです。これです。これはアクオスフォンですね。そう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 。なんか羨ましいじゃないですか。ね。うん、テレビも見れる。さっき知ったんだけど、黒猫の気分はマイペースで見れるらしい。見れるらしい。見ようとしたことない。スマホで見れる。なんとか頑張れば。そうなんだ。時代の変化ですよ。やったじゃないですか。片手で見れるんですよ。ね、片手で。携帯して見れるんですよ。黒猫の気分はマイペースで。嬉しい感じですね。本当にね。心にもないコメント。イーサさんが両太マキシマンも一緒に見てます。どうもこんばんは。両太さん、4年ほど前ですね、ツーマンライブ一緒にやらせていただいたことがあります。あ、そうなんだ。はい、そうなんですか。僕がまだ本当にまあ初々しかった頃です。あ、どうも両太さん。こんばんは。こんばんは。はじめまして。こういうね、なんか今3人でただこうやってお話ししてるつもりでやっぱ繋がってますよ。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 月々3キュッパーあたりからのコースに入ってみんな繋がってますよ。ね。そうそうそう。昔はもうね、電話がね、遅くて、もう11時になって NTT の3日タイムとか言ってたけどね。ああ。その時にチャットで、チャットのみで、しかも遅いんだよ。うん。お茶を入れ替えに行ったらまだ3行しか進んでなかったですよ。
もう、もう ライダー君はもう、こんなじじくさい話聞きたくないぞみたいな、もうね、僕はそんなね、あの、ナウい人間なんで、そんなわかんないですよ。まあ、だけどね、考えてみれば、ネットラジオから一応始まりましたからね。まだにね。まだだね、ラジオ。まあ、でもラジオっていう言葉もいいですよね。いいですね。そう。あえてこのラジオっていう言葉も。相手さんが誰っていう、誰っていうチャット言われますよ。確かに誰ですよね。お客さんです。そう。今日ね、僕の歌うライダーがゲストっていうので見に来てくださったんですよ。あ、すごいですね。ありがたいですよね。もう。なんか前にあれですよね、歌うライダーさんのライブ、秋葉原の、秋田犬さんで、ね。秋田犬でわざわざ見に来てくれて。すごいライブでしたよ。もういろんな意味で伝説を作ったんじゃないかという。まあそうですね、いろんな意味で。そうですよね。ね、うん、脱いじゃった。いやいや、それはそれはあなたですね。そんな黒猫さんじゃないんだから。そういうことは、ね、そう、あの一回出て全部出入り禁止になってるっていう記録を持ってる黒猫さんですから、ね、もう伝説といったら裸みたいな、その固定概念やばいし。すいません脱ぐ時は上半身をまず脱いで様子見ようよね。いきなり下半身なんだよね。いやだけど、あれです、あの、パンタさん、はい、あの、誰かを見に行って歌うライダーさんじゃなくて、もう歌うライダーさん。もう歌うライダー、そうです。そう。いや、ありがたいですね、本当に。すごいですよ。ありがたいです。もう、キブマイを見て、そう。もう歌うライダーさん見に行ったと。そう。ちょっとこれは、ネットテレビ宣伝効果出たぞ。ね。そうですよね。何がすごいって、会うのまだ3回目ですからね、多分。そうですよ、本当に。だからちょっと予想喪失さがね。ね、そう、まだここにあるじゃないですか。ちょっと他人の空気がね。そうそう。もう、そんな感じあります、ね。高気圧と低気圧みたいな、こんなね。そう、その高気圧と低気圧の感じをまとめるのが、黒猫さんのお仕事だということになってくるんですよ。そう。ね、なんかそう思うといつもだからライダーさんお願いしますって言っちゃうところなんですけど、今日は伸ばしますか。ここはちょっとあれ、ね、頑張りますね。頑張ろう。なんかそう思ったら一人減りましたね今。いや、そこは頑張んなくていいからっていう、なんか今ちょっと意思表示でしたね。いいぞ、さっきから罵声しか言ってないから。うん、そのどうでした、ライダーさんのライブ。あのライダーさんのライブってね、毎回見ないと全部違うことをやってんじゃないかって。そう、ちゃんと用意されてないっていう。あ、そうですね。あの、勢いしかない。あ、そうそう、僕もそう、勢いだけ。うん。あの、濁流のようなライブ。うん。あ、いいですね。濁流。濁流のような。そうですね、もう。とても清流ではないですよね。歩く災害情報みたいな。あ、なるほどね。僕が歩けばもう、大災害、嫌な音。今年ナンバーワンの男じゃないかっていう、あちこちの大災害みんなライダーさんのせいだってね。あ、そうなの。僕のせいだよ、いろいろと。嘘。そんなせいですもん。本当に。もうタイで引き渡りしてたでしょ。あ、それで。それであんな王宮まで攻めてきちゃった洪水が。多分。あ、そういうことか。タイで。ああ、そうだったいね。あれね。遅いっすよ、黒猫さん。お悔やみ申し上げたい人が隣にいたっていう。すごいですもんだね、ライブをライダーさんが始めますっていう、始めないのもうね、もう勝手に笑って勝手に帰ってくるぐらいの、ね、なんかふざけた状態から始まってね、笑って終わるっていうね、うん、あそうですね、本当もう最近はで言っちゃっていいのかね、あのこう対バンがあと4人だ 5組いて、うん、あのなんだか知らないけどオープニングアクトでライダーさんがやったら、うん、みんな最後ライブの締めでみんなライダーじゃない、出演者なんかほら、いじりやすいから。そう、もうみんなやんなきゃいけない、あのライブのタイトルが美女と野獣だから、まあ野獣ライダーさんでね、ちょっとフィーリング似てるからいいんだけど、うん、ね、じゃあ美女も、ね、なんか、まあ野獣ねとかやればいいのに、その美女までが最後のオチで、せーの、ライダーって。そうそう。いや、この人たち、飲まれちゃってる完全にって。そうなんですよ。うん、オープニングアクトを務めていけないというのよくあるんですよ。みんなね、僕が最初に出ちゃうとね、本当もそうなっちゃうんですよね。いや、だけどあれですよね、なんか引っ張りだこっすね。引っ張りだこなんですかね。最近なんか結構いろいろ引っ張ってくれる人がいて、ありがたい話なんですよ。ね、某ライブハウスではライダー君のためにガリガリ君を冷蔵庫に用意しといてくれてるとかね。あ、そうですね。なんかあの専用の、はい、専用の冷凍庫があるんです。なんか冷凍庫に歌うライダー様って貼ってあるっていう。ガリガリ君。そうそうそう。
だから僕が僕の名前を出せばみんなガリガリ君タダで食べれるから行っていいっすよって。どこだよ。日吉のね、日吉ナップってライブハウスなんですよ。あ、そこでね、はい、歌うライダーに食べていいって言われましたって言ったら、あの出してくれる無料で。あ、じゃあ行こうかな。心にない行こうかな。何も分かりやすいこの人。意地悪しないでよ。なんか3曲新曲を用意してきたとかってなんかちょっとこうミクシーの見たんですけど、はい、あ、今日歌おうかな、今日歌おうかなと思った思う時に限ってなんか今日ね、結構見てらっしゃる方多くて困ったなと思って、うん、まあ歌いますけど、だってここまで監修の方がいらっしゃって歌わなかったら歌わないライダーです。歌わないライダーそうですね、歌わないライダーですね、歌わないライダーちゃんと歌ってください。歌いますよ、きっちりと。あえて歌わないでこう1時間終わらせてきましょうか、なんか歌わせないみたいな感じ。雑な感じじゃなくお願いしますちゃんとね、ちゃんと、じゃ雑な感じじゃない。そう、僕なんてもう存在が雑じゃないですか。新曲歌わせないですちゃんとあの国土交通省がきっちり作った川のようにね、綺麗な流れに、ね、ダメなんですか、濁流じゃダメなんですか。濁流だとね、そう、ちょっと決壊したから、ね、黒猫スタジオ決壊しちゃいますね。決壊しちゃってちょっと今ミキサーがみんな外れちゃってて、ね、もう直で直で直で、ね、直ですよ。いつも気分はマイペースーないっていうあれがないってあ、そうなの。まあまあいいじゃない、ちょっと休み。あ、だいたい新曲歌ってくれと。新曲だってって、あ、ね、イーサーさんね、ライダーミュージック来いと、パン屋さんも行ってくださるんで、ほんとちょっとごめんなさいね、やっぱりね、歌うライダーさん ね、うん、すごいっすね。だってまたタンタさんもなんかここまで来て歌わせないって言ったらちょっと納得できないでしょ。まあね、あの生卵用意しようかも。え、懐かしいな、生卵。そう、大概ぶつけられるよね、あれね。そうですね、美味しくいただけないよね、あれ。ほんとそうっすよ。じゃあ歌うライダーさんよろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい、引っ張っちゃって。仕事帰りの一杯、キンキンに冷やしてお待ちしております。17時から19時までのご入店で2時間飲み放題、トリスハイボール、チューハイ各種、サワー各種、税込み840円。皆様のご来店お待ちしております。お仕事帰りの一杯、キンキンに冷やしてお待ちしております。17時から19時までのご入店で2時間飲み放題、トリスハイボール、チューハイ各種、サワー各種、税込み840円。皆様のご来店お待ちしております。錦糸町駅北口から歩いて2分、ホルモン専門卸直送、橋蔵。落ち着いた店内と2階からは錦糸町駅の綺麗なイルミネーションが一望できるロケーション。女性の方も親しみやすいお店作りを心がけております。橋蔵自慢の単身単元のみを使用した上タンやゆでたん、お口の中で溶けて広がるコプチャン、そして女性に人気のあるコラーゲンたっぷりのつらみ、かしらなど、おいしく新鮮な一品をぜひともご堪能ください。また30名様までのパーティーやご会合などの貸し切りも承ります。錦糸町駅北口から歩いて2分、ホルモン専門卸直送、橋蔵。
白熱君歌われるテーマソングのスライダーのテーマ、行ってみよう。ヒョロヒョロのバイクにまたがり、闇の彼方に突っ込み、ボロボロのパーツはきしみ、くれますね、皆さん、さすがいいですね、目玉焼きさん、伊勢さん、佐久さん、パン屋さん、いいですね。他の方もやってくれないかな、また後ほどね、この時間設けるからね、やりましょうということで、またね、ライダさんって方が入手してきましたね、どうもこんばんはということで、じゃあね、どうしようかな、とりあえずね、新曲歌いますけども、まだ早くねっていうことで、とりあえずね、もう最近ね、勝手にその場の雰囲気だけで歌うようになって、もはやもう原曲がどんなか分かんなくなってきた、こんな曲を、聴いてください。猫猫猫。僕が今黒猫スタジオにいます。今日も一向に相変わらず全く黒猫さんとの、MC が、うまく絡まない。本当に本当にいつになったら絡めるんだろう。ヘイさん、マジでさ、黒猫さん、黒猫さん、黒猫さん、どうしたの、体調悪いの、全然 MC が絡めないよ。でもこんな時は黒猫さんとうまく MC が絡めるようになることを願って、心の中で歌を歌いましょう。はい、黒猫だから KURKUROK、わかんねえ、猫猫猫、わかんねえ、 KUROMEKO だ、猫猫猫、猫猫猫、猫猫猫猫猫。だけどまだ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 一向にコロネコさんと MC が絡まないところで、もう全然わかんないから、もういいや、 KUROMEKO、 猫猫猫、KURONEKO、 猫猫猫、猫猫猫、猫猫猫猫。だけどまだ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 コロネコさんと絡めない。ああ、これはもう僕日の身の力じゃどうしようもないところまで来てしまった。こんな時は今からみんなで歌うメロディーを歌って、これねこさんと私がうまく絡めることを願いましょう。はい、じゃあね、今からね、私の手についてね、同じくやっていきますよ。はい、ねこ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 、ここさん、はい、ねこねこねこ、ここ、はい、ねこねこねこ、こねこ、ここさん、はい、ねこねこにゃんにゃんにゃんってね、はい、ねこ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 、ここさん、はい、ねこ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 、ここ、猫猫猫猫、ココさん、はい、猫猫猫、トラウマになるこれ。これトラウマ、僕もトラウマになる気がするこれ。ほらもうね、早速早いよ、もう猫猫やれ、にゃんにゃんにゃんでもあれです。すごいね。ほらもう黒黒言われ、黒黒とも言われてますよ。どうして嬉しいじゃないですか。ちょっと嬉しいですね。いやもうハゲハゲハゲって来るんじゃないかなと思って。ハゲハゲハゲって言ってほしいですか。僕が振ってないが、自分でおっしゃったんですか。自分で、いやいや言って、じゃあ
じゃあハゲハゲハゲでいきたいですか。じゃあ言いますよ。皆さん書きたいやつ人は書きたいやつ書きたいやつ言いますよ。ごめんなさいね奥さん。ハゲ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 ゲゲーさん。ハゲ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 ゲゲ。ハゲ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 ゲゲーさん。ハゲ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 ゲゲ。ほらみんな心優しいから書き込まないんですよ。ほら、ね、そういうね、誹謗中傷書かないと。でも近くで見るとね、最近手入れ甘いよねやっぱね、うん、手入れ甘い言われてますよ、うん、そう。でもほら言いかけた人いるよ。歯で止まった人いるよ。ほらここで止まった理性がここでちゃんと働いたんですよ。黒猫さん、やっぱライダー君のファンは違うね。僕のね、もうね、どうするんですか、どうするんですか。もうこうなったらじゃあね、とりあえずもう一回、じゃあもう黒猫さんちょっと手本見せてください。いきますよ。さあ、はい、ハゲ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 すごいっすね。もうみんな書き始めるじゃん。スキンヘッド言われてるし、すごい。またあれできちゃった。どれじゃ、もうみんな、もうみんなでもう一回、もうとりあえずもう眩しい言われてますよ。これ眩しい、ほら眩しい、眩しくしちゃいけないんですよ。ほらもう輝きを失わない男だよね。そう、輝きを失わない男、いいよね。まあ、それでいいじゃないですか。まあ、それでいいじゃないですか。社員、もうこれがサンシャイン、サンシャイン黒猫と言わせる。もうすんげえ虫やってる。じゃあね、もう猫猫猫って、猫猫猫猫ココさん、はい、猫猫頑張ろう頑張ろう頑張ろう、ここ猫猫猫猫ココさん、はい、猫猫猫、いいね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 、はい、Thank you。 さっきみんながそうやって歌を歌ってくれたけど、黒猫さんとはまだ一向に MC が絡めそうにない、残念だ。 Thank you。 ちゃんと絡んであげなよ。今すごく切なくなった最後、ね、切ない歌になっちゃった。すごい、なんかこんな切ない歌になるなんて、すごいね。もう晩秋の歌だよね今最後。晩秋ですよね。晩秋でハゲだの猫だの言わないよ。いや本当ね、皆さんがやっぱ心優しいんですね。書き込まないってことはね、偉いですね本当。じゃあ大体呆れてんだと思うけど。じゃあね、ここで新曲やりますか。この流れで、この流れで、この雰囲気でやりましょうか。じゃあせっかくだし作ってきたから。でね、この新曲ね、もう最初に言っときますけど、全然面白くないから。僕のね、個人的自己満足で、あれなんで、ちょっとね、イーサさんが別件に忙しくなったんで、さようならということですね。また見てねということで。そう、大人みんなそう言うんだよ。別件って言葉使いますよね、ほんと。じゃあね、皆さん新曲聞きたいですか。僕のね、中でね、特にマミさん見てますか、雰囲気だけで作った歌シリーズっていうことでですね、こんなね、3曲作ったんですよ。最近、ここ1ヶ月ぐらいで。じゃあそんな曲いきましょうか。これ全然盛り上がらないんだろうな。もういっか。JK 的な、JK は名曲だからさ。どんな、あのね、あれっすよ、ミュージックイズ JK、 あれ名曲だから、あれは僕も達成感があったんですよ、作った時。ね、自分でもね、こういう曲作ってて、ね、達成感っていうのはあるっすよ。で、やっぱね、お客様に喜んでもらえる時はね、やっぱ達成感あった曲が喜んでもらえるっていうね、今回の曲3曲はね、全部達成感ないんで。ね、多分ね、雑な感じ、多分雑ですよ。でね、全然面白くもないということで、じゃあまず1曲いきましょう。1曲目はですね、私の往年の名曲「ガリラ」っていう曲があるんですけど、特にね、ガリラも今人気ありますけど、あなたも特に面白いこと言ってないんですよ。で、ガリラみたいな曲作ろうと思って、こんな曲を作りました。面白くないな、これ絶対。じゃあね、こんな曲聴いてください。多分ね、これ一発でボスになる曲だから聞いてください。お疲れ。持つもんだな。僕らはいつだって君のことを求めてる。早くしていらしっけ、君には稽古でいかなっちょ。
してます。はよなすって兵庫っぽいささげ、これあなたを呼びましょう。おかれおかれお食べなすって、お腹を幸せにしましょう。全然面白くないな。疲れた体を癒してくれる、笑顔を届けてくれる、あ今日も一日お疲れ。4回歌を頑張ってそうそう、あのね、でもね、この曲ね、あの特にオチとか設けなかった。なぜかって言ったら、この曲はガリラみたいに皆様にサビを全部歌ってもらうっていう形にしようと思ってるから、皆様もう今日の一発で覚えてくださいよ。次回から要求するから。すごいね、大災害なんだもんね。パン屋さん、オツカレーとか書いてあるんですよ。ね、いい曲でしょ。そうですね、僕はいい曲だと思うんだけどね。すごいよね。ね、パン屋さんラージャってなんて従順な人なんだ。もうサビをやってくれるって。明日あたりもう10件が大氾濫して、あれだね、スカイツリー沈没してるね明日。僕のせいで、うん、やーべえやっちゃったよ。今からなのにスカイツリーの今後って、ね、もう開業前に開業前ああそんなことあるんだ。困ったら、じゃあそれを止めるために2曲目新曲言いましょうか。どっち、あのね、ちょっとおしゃれな曲と激しい曲あるんですけど、どっちがいいですか。どっちがいいですかね。おしゃれな曲と激しい曲あるんですよ。どっちがいいですかね。あの特にまあご要望なかったら、あのおしゃれな曲みんな。おしゃれな曲でいって。おしゃれな曲。じゃあおしゃれな曲でいこうか。おしゃれな曲じゃないよね。おしゃれな曲ね。じゃあね、おしゃれな曲いきましょう。これね、これまあ。まあやってみようか。じゃあ聞いてください。なんてタイトル何にしようかな。今花崗石一旦止まってるよね。ちょっと止まってる。濁流が。濁流止まってますよね。ちょっと今止まった。今止めてますよ。じゃあ今から、ね。今震源罪に捕まった。よし、じゃあ今からまた濁流流しますよ。いきますよ。じゃあ、ね、タイトル今決めました。ワンナイト。ワンナイトね。タイトル。またやった。
しているよ。月の光が夜みたい闇を照らし出すよ。感情に浸って歩いてるだけなのに、犬が一向にただ歩いてるだけの僕に吠えることを一向にやめない。あでも犬に負けません、犬に負けませんから、もう一回 A メール始めます。夜が今日もやってくるよ。夜が今日もワンわわわわわ、歌ってるのに犬が空気をまずにまた吠え出すみたい。ほらまだ犬吠えてるよ。もうほんとでも A メロ歌ってもでも負けません、まだ絶対この曲歌うんだから。夜が夜に身を照らし、わわ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 、うるせえぞ犬、黙ってろ、こっちが A メロ歌ってんだろうが、一向に犬が吠えるもうやめな。ロマンチックな歌が台無しだ、ロマンチックな歌が台無しだ。おい犬、お前にな、お前に天中暮らしてやろう、お前に天中暮らしてやろう。こういう時はこの曲のこのメロディーを使ってこういう犬を黙らせてやろう。いきますよ、さんはい、ワン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 、さんはい、ワン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 、さんはい、ワン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 。おいおいおい、犬が泣き合うんだ。いやひどい歌すごい結界騒動だよね、今結界しまくってる。あのね、あのパン佐京さんが自分パクリって言ったけど、見事にそう自分をパクりました。びっくりした。すごいっすね。ね、そうコラボ、コラボって言ったじゃん、パン屋ね、カツオ、カツオ、いつの間にかカツオさんって方が、ああカツオさん、カツオさん、昨日はどうも、あ昨日じゃねえ、おとといか、ね、かっこ笑いでキャンプ閉めてて、ね、よかったよかった、ね、ということで、皆さん2曲新曲収録しましたが感想はどうでしょうか。大災害でも大災害ですよね。だから言ったでしょ、僕ほんと全然いいギター作ってないって。最初に言ったからね、僕はちゃんと、うん、ね、あの感想、あのね、でね、次が3曲目なんですけど、自衛隊忙しいんだから大災害起こしちゃうんだよ。やっぱりそうですよね、本当こんだけ忙しいのにね、またね、僕がね、またこれで大災害、こんなに僕が自動車工場を止めていいのかとね。本当吐き出しちゃってるよ。ね、じゃあ3曲目いきましょう。この3曲目がね、一番クソみたいな曲です。あのね、ノリだけで作ったっ。水気。あとこの、その、安めのこの。あ、これね、汚いでしょ。僕のね、もうこういう汚いやつに書いてるんですよ、うん。それがまた味があるんじゃないですか。これがね、お宝になるんですよ、いつかね。そう。どうしたの黒猫さん、今日無口ですけど。まあ、いつも大体無口だ。無口か。そっか。ということでね、あの、僕が、あのいつも以上に恥ずかしがってるのは僕の顔が赤くなってることで皆さんも伝わってると思うんですけど、じゃあね最後の曲ね、この曲一番恥ずかしいんだよな、できれば歌いたくない。できれば歌いたくないこの歌、皆さん聞きたいですか。はーい、おお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 ね、こうやってライダーさんちゃんといい曲ちゃんと最後に撮ってたんでしょっていう皆様の期待をね、見事に裏切ります。聞いといてください。タイトル今、何でしょうかこの自分で作ったテーブル自分で壊してるね今。じゃあタイトルね、タイトル今、じゃあタイトルね、生まれたばかりの I Love You、 これにします。なんだそれ。なんだそれ。誰がなんて言う
と何を言われようと僕は君のことを愛して、とても愛して、愛してる。そばにいてくれよ、そばにいてほしいよ、僕は君のことを愛して、とても愛して、愛して。なんか若返り始めてる。やばい、これはいわゆる逆変石ってやつが今この曲の最中に来てる。やばい、これやばい、ほら来てる。今こうやって逆変石が来てる。これやばい、これやばい、ほらほらやってこうやって声が変な方向になってる。やばいやばい、ほらこれどうしようどうしようどうしよう。でももう曲がもうこれもう終盤に向かってるから、もうこのまま突き進むしかない、このまま突き進むしかない。この声でこの声でラブソングを歌うしかない。明日何が起ころうとも立ち下がる。ジャンルになんか、ね、突入してあの思いのほかねうまいね3曲目から一番でもなんか 曲の本当うまさ的に言ったら一番でもあうまい人をやってるなみたいなバレちゃったね。実際バレちゃったね。これね、あのこれ昨日の夜にですよ、あの昨日の夜副業が終わって明日黒猫さんのとこでライブだと思って夜中カラオケで行ってずっとこの明日何が起ころうと思ってずっとカラオケで練習してたんですボックス入ったの、ボックス一人で明日何が起ころうと思ってずっともう一人でこの声をね努力してるんですね。意外と努力してるんですよ。でやっぱみんなこの曲一番反応してくれた、ね、いや なんか新しいまた新ライダーがなちょっとこう入ったよね。なんかね、なんか7割ぐらいのところまであれさんすげえかっこいい、いい曲作ってきたな。あ、この曲？そう、僕もね思わせといて残りの3割で逆落としをするっていうだから逆変成器って言ったじゃん。カラオケボックス何気に結構パワーアップするあれなんじゃないですか。あ、そうそうそう、やっぱいいっすよ。昨日ねやってたから新しい自分がこう見えてくる何かあるかもしれない。しかもこの曲ね、あの3日前ぐらい作ったんですよ。で、昨日初めて歌ったってギターも雰囲気だけでこうやって始めたんですよ。で、昨日それで終わらせたっていう。なんか一見するとうまそうな感じで弾くの。そう、一見するとね、ちょっとうまいんじゃないかなって。そんなね、大したことやってないんだけど。よかった、よかった、もう僕の心の荷が
肩の荷だ、肩の荷が降りた、うん、よかった。じゃあ、この今回の新曲で全部残していいですかね、今後。今後もオープニングとエンディングと、CM 前で、CM 前でいっちゃいます。まずね、今日1曲目、新曲ね、お疲れ、2曲目がですね、ワンナイト、3曲目が生まれたばかりの I love you。 お届けしました。タイトルだけ変えようよ、それ。生まれたばかりの I love you、 よくない、うん、いいと思うんだけどな。ということでね、僕がね、こんなにちょけてる間にですね、いつの間にか結構ね、見てる方が、あのね、チャットの参加すごいさんね、あの見てる方が減ったって言うんです。あ、本当だ。残ってる人だけ ね、ちゃんとも喜ばせないとと思って、ね、どうします。じゃあ皆さん、もう僕もうね、あの今日やりたいことやったんで、あとは皆様のご要望にお答えしますよ。もう皆様が聴きたい歌を僕が全力で歌いますよ、今日は。なんか聴きたい曲ありますか？20秒待とうかな。その20秒の間に、あの先ほど願った黒猫さんとの、いい感じの MC を、うん、いい感じの MC をいつも通りに言いましょうか。いつも通りじゃいい感じじゃないよねっていう。そうそうそう、うん、もう佐藤氏、佐藤氏、佐藤氏よ、佐藤氏、歌えと。俺も聞きたい、あれ。え、あなたそんないい歌？いや、個人的に大好き。すごくいい曲ですよね。ね、ね、あ、そうなんですか。でもまただから乗りたくなるじゃん、なんかこう、ね、もうイエイイエイみたいな。そう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 。でまたね、中学の時にね、佐藤先生と塩田先生がいてね、すごい仲悪かった。本当に？そう、本当にだ。それって本当に？数学の佐藤と技術課程の塩田、すごい仲悪くて、うん、そう。え、そんな人いいんですか、塩田なんて。そうそう、いたんですよ、塩田。佐藤さんと塩田さんいたんですか？いたんですよ。実在？すごい仲悪いんですよ。あ、そう。だって、お前ら教職員の癖して、自分の机の間に隙間開けんだよ、あいつ。お前ら子供かよって。そんなね、そんな中、小中学生みたいなね。小中学生だよ。そんなことやられてもんね、楽しいですよね。それを教員がやってんだよ。そうか。そう、こういう間に、JK、海ごりとか、ちょっと入った。JK と海ごり。海ごり、海ごり、海ごり、進化しててね、この前。これはちょっとね、せっかくのリスナーさんにはなんか答えないと、ね。そうね、あの、今日ちょっとちょけちゃったからね。じゃあ、JK と海ごり。わかりました。じゃあ、JK、海ごりか。わかった。じゃあ、JK は普通に歌いますんで。海ごりは、さっきの、あの、佐藤酒に混ぜます。佐藤氏を混ぜた海ごり。そうそう。どこのお土産品だよ。大丈夫かな。海ごりの佐藤塩漬けみたいな。こうやっていつも思いつきに行っちゃっていつも失敗するんだよな。まあいいや。じゃあね、あの、もう皆さん知ってるでしょ。じゃあ今から佐藤氏を歌いましょう。で、いつも通りね、イエイイエイって言ってた時にはもうイエイイエイと、やってくださいね。これね。もう皆様、絵文字ももう使い慣れてるでしょうから、散々僕のこのチャットで歌ってるからね、やってください。それで海ごりをね、なんとなく混ぜるかな。混ぜるかな。まあいいよ、やってみよう。じゃあ聞いてください。いずれ生まれる君たち。わかりにくいこと、難しいこと、たくさんありすぎて困った。そんな時にはこんな時には少し休んでみよう。君もその隣の君もそのまた隣の君もって全部全部ひっくるめて世界はできている。その人は佐藤さん、その人は詩を書く。偶然で立って二人は結ばれるでしょう。その人は佐藤さん、その人は潮田くん。結婚した二人はこのキャラにも包まれるでしょう。その人は佐藤さん、その人は潮田くん。二人の子供の育っていくでしょう。サポーター、潮田くん、佐藤氏を、佐藤氏を、佐藤氏を。
しもさどう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 しもあーやばいさどうしもくそ一点どっちかわかんないこっちが見たくてアイデンティティを確立できないあーその時に子供が触れてしまった非行にあってしまった困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 ったでもようやく子供は危険に絡んださとうとしょくら生まれた自分はそう水も甘いも知ってる素晴らしい人間だってことこの歌の純愛のように隣の部屋ではまさかの冬ソナを見てるんだってことさとうしもさとうしもイエーイ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 みんな頑張れさとうしもさとうしもイエーイさとうしもさとうしもイエーイさとうしもさとうしもイエーイでももし、佐藤さんと、塩田くんじゃなくて佐藤さんが人間で塩田くんが、もし、海ゴリラだったとしたら分かり合えないのかな分かり合えないのかなそして一人の、佐藤さん人間と、一人の、塩田くん海ゴリラが恋をした二人の愛生まれた子供海の鳥を見てようやくようやくようやく人間は気づいたんだはい、皆様もいっちゃえ、頑張れ。さあ、はい。こんなに頑張ってつなげたのに誰も反応してくれない。頑張ろう。あれ？じゃあ次ラストでいっちゃおう、いくよ。はい。海ゴリラって一体なんだ。はい、押してくれないかはい、見事に繋げた、ね、毎回適当に歌ってるとか言いながらみんな知ってるのよそうついてくるんですよ、スラバシですねびっくりしましたよ、僕びっくりスラバシそう、びっくりしましたよスラバシ最上級ですよ、スラバシ、ね、素晴らしいのさらに上ですよ、スラバシスラバシ、うん、コラボすげえってやべえ、褒められちゃったやっぱやったかあったら思いつけてその上がスバシリですからスバシリですなんで静岡になってんのいいっすね、黒猫さんのスルー加減に下が5000羽ね五千羽行ってんじゃないですか黒猫さん五千羽何しに行ったんですかえ、まあいいやじゃあね、じゃあねあの黒猫さんがね五千羽に行ってる間にですね僕はこんな曲を作りました、まあねこの曲のやっぱ名曲ですからね、聞いておいてください、今日ねこんなにもう本当今日僕そう僕ね本当に今日の歌ね基本的に今まで全部歌ってて自分で思うことは全部ふざけてるということでですね、そろそろふざけちゃダメだというこの大量の犠牲者がそう皆様ねそれでもふざけた僕についてきてくれたからこの曲ご褒美で追悼記念が追悼誰の、ね、じゃあこの曲ねこの曲お届けしましょう聴いてください、ミュージックわからない
さ。そんな時にはこんな風に思い出して、腹から出して、ただ必死に必死に歌おう。でもやっぱりこうやって歌っているメロディーが、今こうやって自分自体のものが音楽的に成立してるか不安で、たまらない、たまらない、だからともなく冷たい視線を感じてしまいます。時にはこんな風に思い出して、喉を枯らして、ただひたすらにひたすらに歌おう。嫌なんだよ、嫌なんだよ、上司の歌をつまらなそうに聞く、いらっしゃい。嫌なんだよ、嫌なんだよ、合唱コンクールでお前は歌うなって言われてしまう子供たち。嫌なんだよ、嫌なんだよ、音痴に絶望してスカートの丈をどんどん短くしていく女子高生、女子高生。音痴に絶望してスカートの丈をどんどん短くしていく女子高生。 JKJK ミュージック、 JK JK ミュージック、 JK JK ミュージック、 JK JK ミュージック、 ミュージック is JK、 ミュージック is JK、 ミュージック is JK。ミュージックは JK、 情熱の塊、ミュージックイズ JK、 ミュージックイズ JK、 ミュージックは JK、 情熱の塊、ミュージックは女子高生、ミュージックは女子高生、ミュージックは女子高生、こうやって必死に歌っていたら、きっと何か分かってもらえるさ。ミュージックイズ JK、 Oh yeah。ミュージックは女子高生、そんなの分かってたよ、オーラー。 You You いやー、いい曲だ。なんか死んじゃうですね。ね、もうこの曲本当に神曲だと思って。本当朝晩2回歌ったら絶対死んじゃうんで、これね、もう本当そう、もう朝僕寝起きでこれ歌ったら、ダコタハウスの前で射殺されるね、これね。え、嘘、伝説すぎじゃんね、もう。え、僕後に続けるの、もうそこに、うん、やべえ、どうしよう。やったぜ。そっか、歌ってね、ほら、ありがとうって言ってもらえるって嬉しいですよね。そうですよね、今泣きそうですね。本当、もうこのパン屋さんではもう僕のこの歌が有線で流れてるみたいで。そうなんですか。はい、本当らしいですね。本当に神田っていう風に知ってた。この曲本当に神田だったもん。なかなかあれですね、シュールな。シュールな、シュールな会話の持っていく方で。なんでフルモンガになっちゃう。いやね、本当ね、いい曲。もう自分でもね、いい曲。素晴らしいですね。ね、でもね、あの皆さん、この曲がいい曲だと思ったのはね、先ほども言いましたように、新曲3曲のお疲れと、ワンナイトと、生まれたばかりの I Love You を歌ったからこその、いやいや、これからですよ。これからこう練って練ってこう、ね、まあね、でも多分この曲たちもね、またね、多分僕ライブでやっててね、多分勝手にアレンジし始めるんですよ。でまた完成させていくんで、
まあね、僕の曲ってね、本当にそうですよね。もう原型をとどめないっていう。終点のない電車で、そう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 。どんどんだからね。ずっと走っぱなし。お疲れ大好き、ありがとうございます。本当にいい曲だった？そっか、結構嘘。でもあれです、生まれたばかりのアイラブユーが一番。俺もそれがかっこいいからね。かっこ一見、そう一見かっこいい。一見かっこいいからね。そっか、よかった。いやー、作って歌った子だったの、今日。もう帰ろうかな。嘘嘘、いけない。ということで、じゃあね、最後の曲いきましょうか。なんかもう時間もね、実はもう何気にもうやばいというですね。やばいですね。じゃあ最後の曲いきましょう。黒猫さん、僕は後ほどライブ情報とかは言えるんでしょうか。あ、もうバッチリ言っちゃった。あ、わかりました。じゃあね、皆さんね、最後の曲なんですけど、まあね、最近私、また自分で言うのもなんですが、絶好調なので、今日も、恥ずかしながらも、非常にゆとりを持ってやらさせていただきました、ということでですね、最後の曲もですね、皆様にね、そのライダーのね、このゆとりぶりをね味わっていただきたいと思いますね、こんな曲をね最後にありがとうございます。皆様今日はありがとうございました。トゥーライダーでした。ということで最後の曲いきましょうか、まあね、どうせみんなこの曲でしょう。最後は言いましょう、この偉大なるマンネリとはこのことだということをね締め付けてやりまして、聞いてください、愛ある世界。See you.